メジロライアン。メジロライアン。1987年4月11日から2016年3月17日は、日本の競争馬、シュボバ。中央競馬クラシック参冠競争で敵杯を続けた。後、1991年の宝塚記念に優勝。大物感を漂わせる馬体や、反面の敵杯の多い成績から、女性ファンを中心として人気を博した。後に、 中央競馬の関東トップ騎手となる、横山範博に大きな影響を与えた馬としても知られる。1993年より種母馬となり、GI 競争5勝を挙げた、メジロドーベル、天皇賞、春優勝馬メジロブライトラを輩出。内国産種母馬不遇とされた1990年代半ば、以降に有力馬として活躍した。2007年に受精率低下のため種母馬引退。 半姉に、重症競争2章のメジロフルマー、父ロンバードと京都大障害、春優勝馬、メジロアニタ、父メジロエスパーダがいる。馬名は、バッシュメジロ牧場の冠名、メジロに、メジャーリーグベースボールの通算最多、脱三振投資のオーランライアンの、ライアンを加えたものである。バレエは日本で2000年以前に使用された、旧表記、数え年で統一して記述する。 1987年、北海道伊達市の目白牧場で生まれる。父は1980年代前半に8、大競争で2勝を挙げたアンバー社代。母系近親に1982年や秋の天狼賞、優勝馬目白ティ T ターンなどがいる血統に加え、馬格は足長で幅のある立派なものであり、牧場史上屈指の宝作年であった1987年生サンバの、中でも、 特に高い評価を受けていた。しかし、管理調教師となる、奥平正春は、自らの管理場で非常に見栄えが良かった治ロアルダン、高松具場優勝、日本ダービー2着と比較すると、首や足が太く垢抜けない馬であると感じ、波の馬で、そこそこの期待と評価するに止まった。ただし、もちろん、オープンに入って欲しい馬だったがとも述べている。 競争年齢の3歳に達した1989年7月、函館開催でデビュー。当初は、柏崎正次が起乗したが、道中でまっすぐ走らせることに苦労し、2000を2、6着となった。その後骨膜炎を発症して、休養に出されると、2ヶ月の間に馬体が著しく了化。復帰戦から、奥平の追いである当時4年目の若手騎手。 横山のりひろが帰場した。初戦は、社交癖を出して三着となったが、迎えた四戦目で、初めて後方待機策を取ると、直戦だけの一まくりで先行馬を差し切り、初勝利を挙げた。その後条件戦五着、安田富を帰場を経て、安城が横山に戻った。年末のヒーラギ賞で二勝目を挙げ、六戦二勝で三歳シーズンを終えた。 明け4歳シーズンとなった1990年は、オープン戦のジュニアカップから始動すると、デビュー以来3連勝中、クラシック候補の一角と目されていたプリミエールを破って勝利し、陣営はクラシックへの手応えを得る。続いて出走したサツキ賞への前哨戦、弥生賞では、不良馬場で行われた中で後方に控えると、直戦では密集した馬群をこじ開けるようにしながら、 一気に抜け出て優勝し、重賞初制覇を果たした。圧倒的な一番人気に押されていた、前年の最優秀3歳坊場、アイネス風人を4着に退けての勝利に、横山は、ゴールの瞬間、この先が全部見えた気がしましたね。さ月賞も、ダービーもというコメントを残した。後に、横山は、当時を振り返り、クラシックを意識したかとの問いに、全部勝てると思ったよ。 かっこ笑いと肩、いる。迎えた札ツ賞では、混戦模様を呈す中でアイネス風人に次ぐ2番人気に、支持された。しかしレースでは後方に控えると、最後の直線要所で進路を失う形となり、残り200メートルで、ようやく戦闘を伺い追い込むも、白体制の三着に敗れた。明確な不利を受けての敗戦に、続く、日本ダービーでは、売り上げ、入場者数が、 史上最高を記録した中で一番人気に支持さる。しかし今度はアイネス風神が後続を終始引き離し、レースレコードでの逃げ切り勝利を見せ、後方から追い込んだメジロライアンは2着に終わった。場所のメジロ牧場にとっては、初代オーナーの北野と与吉所有馬であったメジロ王から数えて、これでダービー通算4度目の2着となり、横山は、 北野のおばあちゃんに申し訳なかったと語った。競争詳細については、第57回東京優秀を参照のこと。その後は、クラシック三冠最終戦の喫下賞に備えて、休養に入った。当初は8月の函館記念から始動の予定であったが、レースに向けての調整中に足をひねって、出走を回避する。体制を立て直した後、10月の京都新聞杯で、 改めて復帰。この競争では逃げた、大ミロッチを直線だけで半馬進差し切り、重勝2勝目を挙げた。重ばばながら優勝タイム2分12秒3は、コースレコードであった。春のクラシックを制した白大生とアイネス風神は、いずれも故障で戦線を離脱しており、ベジロライアンは、明日ともに、喫下賞に向けての最有力馬となった。11月4日に迎えた。 キッカ賞では単賞オッズ2.2倍の一番人気に支持された。しかし先行した進行勢力のメジロマック・イーン、ホワイトストーンを捉えきれず三着に終わり、結局クラシックでは無冠に終わった。なお、競争前の調教でライアンは当時格下だった。マック・イーンに先着することができず、奥平はキッカ賞で負けるとすればマック・イーンだろうと予感してたという。年末にはグランプリ。 有馬記念に、ファン投票第4位選出で出走。メジロマックイーンは、ライアンに勝たせたいというメジロの意向を組んだ、管理調教師の池江アスローが回避させていた。当日は、菊花賞2着のホワイトストーン、旧社の先輩場メジロアルガンに続く3番人気に、支持される。レースは4から5番手を進み直線で抜け出しを、図ったが、数戦のスランプから本競争を最後に引退が、 決まっていた怪物、おぐりキャップの復活劇の前にまたも2着に敗れ、4歳シーズンを終えた。横山は、きっちりさせると思ったけど、おぐりの底力の方が上だったと述べている。翌1991年は得意の中距離戦である中山記念から指導するも、スローペースで逃げた貧馬の雪のサンライズを捉えきれず2着。熱発を経て臨んだ天皇賞、春では、 不死三大天皇賞制覇を成し遂げた、メジロ・マック・イーンを、後方から追い上げた四着に終わり、競争後には、横山範博のりひろの騎乗問題に発展した。しかし、周囲の説得もあって続投が決まり、春のグランプリ、宝塚記念に出走する。当日はマック・イーンが、圧倒的な一番人気、本場は、離れた二番に人気であった。レースではこれまでの後方待機策ではなく、 第3コーナーから一気にペースを上げて、直線入り口で先頭に立つと、そのままゴールまで押し切り、追い込んできたマックイーンに一場新本差をつけて勝ち、念願の GI 制覇を果たした。しかし、夏に休養に入った先で、屈建園を発症し、秋の目標とした天皇紹介費を余儀なくされる。年末の有馬記念で復帰するも12着と大敗し、翌1992年に1月の、 アメリカジョッキークラブカップ、横の騎乗停止で、的場ひとし騎乗でも6着に敗れた。続く、日経賞で2着に庭新反差をつけて、復活勝利を挙げるも、直後に、屈建園を再発し、再度休養に入る。その後は前年回避の天皇賞、秋を目指して復帰が図られたが、幹部が回復することはなく、このまま競争場引退となった。10月25日、 東京競馬場で引退式が行われ、宝塚記念の絶景、一をつけて、ラストランが披露された後、メジロライアンは種ボバ入りのため北海道へ戻った。メジロライアンの種ボバ入りに際して、メジロ牧場はチンジケトの組織を計画したが、勝ちきれなかった競争馬時代の印象に加え、内国産の二代目は種ボバとして成功しないという通説。 バブル崩壊の影響などから会員集めには困難が伴った。一株480万円を50口、総額に億4000万円という安価に設定されたにもかかわらず、守護場としてのつなぎ用を引き受けた。アロースタッドがある北道静内町の生産者からは、ほとんど相手にされず、募集地域を拡大して、ようやく満口となった。その内訳もほとんどは小牧場で占められ、 一流頻馬との交配は見込めないものであった。しかし、1996年に初年度ン区がデビューすると、12月に、メジロドーベルが3歳女王戦、阪神3歳頻馬ステークスに優勝して、早々にン区の GI 初勝利を挙げ、他、メジロブライトがラジオパ波イ3歳ステークスに勝利、エアガッツも3勝を挙げるといった活躍を見せ、 内国三場として七冠馬シンボリルドルフ以来6年ぶりに新種母馬ランキングの主位をへ3歳総合ランキングでもブライアンズタイムに次ぐ2位を記録した同年春時点の種付け量は初年度の150万円から60万円まで下落していたが翌1997年春に行われた種付け株のセリー市では後輩券が 当年の内国産守母場最高額の613万円で取引された。輸入守母場の産区や外国産場が大勢を占めていた。中で、内国産二代目であるメジロライアンの活躍は大きな注目を集め、戦後内国産守母場の道筋を開いたとされている五冠場、新山の種母場時代を手掛けた谷川光一郎は、日本の牧場で草をはんだ馬が日本の競馬を支えるのが理想。 その意味では、メジロライアンの子が、マルガイ、外国サンバを敵に回して勝つことを期待しています。きっと新山も草場の陰で喜んでいると思いますと、語った。メジロドーベルと、メジロブライトは翌年以降も活躍を続け、最終的にドーベルは、ン馬として、当時最多の GI 競争5勝を挙げ、ブライトは1998年に、ライアンが勝てなかった、天皇賞。 春を制した。三区からの GI 優勝馬は、この2頭のみとなったが、重賞勝利馬は、以降もコンスタントに排出し、メジロライアンは、内国産の有力守護馬としての地位を確立した。メジロ牧場専務の岩崎信道は、どんな繁殖品馬が相手でも、ライアンに似た子が生まれてくるんですね。アンバー社代は、個室が非常に丈夫で、ライアンもその長所を受け継いでタフに走りまたが、 産区は外見だけではなくそうした内面の長所もよく受け継いでいますと、その特徴を語っている。2006年に後輩相手の受胎率が5割を切るという受精能力の低下が見られ、同年9月にシンジケートが解散。メジルポーク城の個人所有で、翌2007年も種ボバ生活を続行したものの、11頭に種付けをしてすべて不受胎であった。これが、 決定打となり、この年で、種母場引退となった。なお、メジロブライトが後継種母馬となっていたが、2004年20歳で、死亡。唯一の重傷勝利三区が千馬、去勢された馬である牧き畑サイボーグで、サイヤーラインの継続はできなかった。種母場引退後は、しばらくの間は故郷、メジロ牧場で、功労馬として、寄生を送っていた。牧場でのつなぎ用のみならず、 2007年、2008年、2010年には、それぞれ、函館競馬場で模様されたイベントに参加し、競争用の馬装に、宝塚記念優勝時の絶景、一をつけた姿が、一般ファンに披露された。いずれの年も目白の勝負服を着用した、横山の博が起乗し、本馬場,場に出て、キャンターを披露。20歳を超える年齢ながら横山が、 飛ばしすぎちゃったねと苦笑いするほど軽快な走りを見せた。2011年に目白牧場が閉鎖されるとレイクビラファームへ移動しそこで寄生を送っていた。2016年3月17日に老水で死亡した。一体は6月21日に横山範博ひ主の資金提供でレイクビラファーム内に混流された墓に納骨された。 実力は認められながらも、赤配続きであったことから方眼非域的な人気を、白紙、人気面では、GI4 章を挙げたメジロマックイーンを凌ぐ、と申された。特に女性人気が高く、その母性本能をくすぐったためであるとも言われる。作家の天球五郎は、めっきり弱くなった、関東馬の期待の星だったからではないかとしている。また、ノンフィクション作家の後藤正春は、 爪に甘さを残す馬ではあったが、雄大な馬格になおそこの見えない魅力を秘めていた。出走すれば、いつも人気になったのはそのせいであったろうと述べている。なお、JRA が制作したポスター、ヒーロー列伝のキャッチコピーは、本当の強さは誰も知らないというものであった。2000年に日本中央競馬会が実施した20世紀の名馬大投票では、 ファン投票により、第51位に選出されている。主戦騎手を務めた、横山範博は、当時デビュー4年目の若手騎手であり、その審議の成長に、メジロライアンが大きく関わった。当時の横山は、その騎乗技術を高く評価されていた一方、素行が悪く、問題児としても知られていた。そうした中で、素質場のメジロライアンを任され、自ら、 ライアンが一番強いと発言を続けながら、時に騎乗ミスもあり、敗戦を重ねたことが、自身を見つめ直すきっかけとなった。後に、メジロライアンの引退式で挨拶に立った横山は、ライアンの子に乗って、GI を勝ちたいと語りながら、注目の中で涙を流した。横山はこの理由について、ひどく寂しかったと述べている。ライターの須だたかはこの出来事を表して、 横山の涙の性質には、自分を育ててくれた馬に対する涙と、馬に十分なことをしてれなかったという悔いを含んだ涙の二つがあるとし、特に後者に注目して、つまり、活躍していた頃のライアンですら、さらなる可能性を残していたということだ。しかもそれは、横山天が泣くほどのことなのだ。ひょっとすると、メジロライアンは、史上有数の未完の大器なのかもしれないと述べている。 横山は、名馬列伝メジロライアンの発刊に際して行われたインタビューにおいて、ライアンが一番強いという思いは変わらないかとの質問に、ええー、全然変わりませんと述べた。横山は後年、メジロライアンが自身に与えた影響について、次のように述べている。4歳時に、有馬記念で2着となった際、フジテレビ、スーパー競馬で解説を務めていた。 大川慶次郎がレース最後の直線でライアンと叫ぶ声がマイクに拾われ全国に放送された。解説者の声が実況に混じるということは非常に珍しく、またこの後優勝したオグリキャップのファンであったアカシアさんまがビデオ録画していたら変なおっさんがライアンと叫んでたと自らの番組で話の種にしたほか、 1990年12月24日、クリスマスイブの、笑っていいとも。イブ特大号では、サンマ自ら大川のモノマネで、クリススイブ、山下達郎を歌ったことから、競馬ファン以外にも知られるところとなり、この競争が語られる際に必ずついて回る、エピソードとなった。大川自身はライアンが、オグリキャップに勝てるとは思っていなかったといい、その上で実況の大川和彦が、 オグリキャップの名前しか呼んでいなかったため、放送している以上、2着も言わなきゃいけないでしょ残るライアン、きっと、ライアンってというつもりで叫んだという。また大川はこの出来事について、著者の中で、ライアンという名前は、4文字で最後が、なので力が入りやすく、叫びやすい五感であったことも、あれだけ話題になった一つの要因だったかもしれませんと、述べている。 このエピソードを除いても、ライアンは、大川の気に入っていた馬であった。大川は、馬格が貧弱ながら、第一線で活躍していたアンバーシャダイを気にかけており、その父に瓜り二つで、なおかつ父が持っていなかった立派な体格を備えていた、メジロライアンを、アンバーシャダイの理想型と見ていた。さらに1989年に、腎臓摘出手術を受けた後に、落ち込みが続き、 もう競馬を見られるかどうかわからないと考えていた頃、ライアンが勝った弥生賞を見たことで、もう一遍競馬をやりたいな敵になったと言い,い、落ち込んだ時にね、僕を奮い立たせてくれたのがライアンなんです。やっぱり、なんて言うかな、僕にはライアンが切り離せないんだなぁと述べている。謹慎には、祖母、シェリルの3区に、天皇賞を勝ち、守護馬としても、メジロマックイーンを輩出したメジロティターンがいる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。